バベット・ペーターは、ドイツザク選手、オーシャッツ出身のプロサッカー選手。ドイツ女子代表、レアル・マドリード・フェメニーの所属。ポジションは DF。小学生の頃からプレーを始め、9歳で FSV ・オーシャッツという地元のサッカークラブに入団した。後に1、FC ・ロコモティフ・ライプツィヒの女子チームに移籍。この頃すでに周囲から高い評価を受けており。 年代別のドイツ代表に選出されるようになった。2005-06シーズンのウィンターブレイク後、国内屈指の強豪クラブである 1FFC トゥルビネポツダムに移籍した。2007年9月、これまでの活躍が評価されフリッツバルターメダルの女子部門で金メダルを受賞した。2009から10シーズンの UEFA 女子チャンピオンズリーグ決勝は PK 戦までもつれ、 キッカーの一人として成功させ、同大会制覇に貢献した。2012年2月、7月の1、FFC フランクフルト遺跡内定が発表された。2年後の2014年3月、VFL ボルフスブルクに加入。ブンデスリーガを3度獲得したほか、DFB ポカールは5連覇を果たした。2019年9月、CD、タコンに2年契約で加入した。 2006年3月のフィンランド戦で初キャップ。以来、ドイツ代表の中心選手として、欧州選手権に2度、ワールドカップに3度、下級オリンピックに2度参加した。2007FIFA 女子、ワールドカップ、UEFA 欧州女子選手権2009、リオデジャネイロオリンピックと3つのメジャータイトルを獲得しているほか、ポルトガルサッカー連盟主催のアルガルベカップでは3度、 優勝している。出展。ありがとうございます。